消費する人いるのよ、もうここに。怖い。どうもサファリーカップでございます。私今ですね、バンコクから車で2時間ぐらいのパタヤに来ていますが、今回なぜパタヤに来たかと言いますと、こちらですね、なんとタイランドスパルタレース、こちらに出場しに来ました。スパルタンレースは世界40カ国年間170レース以上が開催されている世界最高峰最大級の障害物レース。スパルタンレースの特徴は各競技それぞれに5キロから21キロ以上のランに加え20個から30個の障害物が設置されており、それらを参加者の肉体のみで乗り越えゴールを目指す地獄のレース。参加者同士で助け合い障害をクリアすることも許されてはいますが、できない場合はスクワット、腕立て、ジャンプを連続して行う罰ゲームもあるなど、世界一過酷なレースとして知られています。そのスパルタンレースというのはですね、めちゃくちゃすごい障害物とかですねを乗り越えて5キロの道のりをですね走るやつなんですが、私ですね、こんな腹してますね。こんなでっぷりとした腹してすげえデブで40歳のハゲたおっさんなのに、ほとんど練習をそんなにせずに世界一過酷と言われているスパルタンレースに参加したらどうなのか、今回はですねやってみようと思います。もう申し込んじゃったもんはしょうがないんで頑張ろうと思います。ちょっとねさすがに何もやらないのは怪我につながるんで、トンローのクロスフィットってとこにね来まして、今からスパルタマラソンの練習会なんですけど、すごいですね空気が、やるですよ本当に。大丈夫かしら。余裕がないです。さあレース前にね泊まるホテルも山小屋みたいなとこかなと思ったら、すごいいいホテルですね。で動物もいっぱいいますね。アフラックのキャラクターもいますし、あ本当いっぱいいる。動物たちに囲まれたホテル、パタヤの山の方ですからね、これねすごいいいとこですね。ちょっとここで英気を養いましょう。プールもあるから足を冷やすアイシングのできる場所もあるらしいですよ。はあ、いいハイカラなモダンなホテルです。うわわあ、すごい美味しそう。
さあ会場に着きました。ここでエントリーして参加する感じですね。いやめっちゃいるやん参加者。さてエントリーしましたけどね、さあ会場内来ましたけど、なんかいろんな店がありますね。サングラス屋さんとかもある。なんかペインティングの場所もありますね。なんかさあというわけでいよいよレース参加ですね。いや完走だけを目指して怪我のないように頑張りたいと思います。さあ会場前で準備運動の人がやってますけど、私もやんないとやばいよなこれ絶対。怖いっすわちょっと、okay. 走るだけでもきついのに。ちょっとやってますね。さていよいよ私の出番来ましたね。さあとりあえずスタート地点に立ちました。今から5キロですね。障害物20個超えていきます。超えれるのか分かんないですけどね。いやー頑張るみたいですね。そろそろはい始まっちゃったよ。いきなり坂道いきなり坂道や。もう足痛いな。まだ一個も障害物行ってないのにきついて、山道がきつい。やっと登り切った。まだ障害物一個も来てないのに、なんか見えるよ。これが障害物ですね。これが第一の障害物か。この板を飛び越えるとですね。なるほど、これを飛び越えればいいですね。いや1個目は楽勝で乗り越えましたけど、次な高い壁だな。おい高い壁が来たよ。えこれ一人で行けんの？これみんな協力してやってるやん。いや行けんのこれ一人で。私一人しかいないんで一人で行くしかないですね。これはやべ、足つってる人いるやん。もう急にその先にはまた怖いのがあるけど、ここをクリアしないといけないからな。楽勝壁は楽勝だったけど、これやべえってマジで。もう怪我するやつやんこんなこれやばいってこれいけんのかこれ。頑張るしかないか。いやでなんでこれ次も思いっきりパトカーじゃないわ、救急車いるやん。負傷してる人いるのよ。もうここにあ変だな。3連発か。
クリア。よっしゃ、高さが上がってんだなこれ。よいしょ、よいしょ。うわめっちゃ倒れてる。これも高いぞこれ高さ。よいしょ、ナイス。よいしょ、よいしょ、クリア。やべ、負傷者絶対しないぞ。クリアした。よっしゃ、意外とできてんぞこれ。いや次やべえってこれ。いやこんな無理やって。これはいけんのか。これむずすぎるだろこんな。行くしかない。あ、それ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 。だった。これはきつい。いや、クリアしましたって言いたいですけど、ここダメでした。足やっちゃった。足が。3回ぐらい滑り落ちたんですけど足やっちゃったよ。マジ痛え。ちょっとここはダメでした。くそ、次頑張ります。くそ、めっちゃ足痛えし指もやっちゃってる。爪も負傷した。いや自衛隊かこれ。めっちゃ泥だらけになるやんこんな。いや有刺鉄線、有刺鉄線。いやいや大仁田敦か。やだ行きたくねこれ。今から行くんかい。有刺鉄線思いっきりいいのかなって言っちゃってか。うわー怖え。いや怖い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 。有刺鉄線近い、有刺鉄線近いって。有刺鉄線痛い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 。いや怖い怖い怖い。有刺鉄線が近い。怖い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 。いけた。ぐしゃぐしゃ。やべ、全部泥だらけなんですけど。いや一応普通の人のペースでか置いてかれてないんですよ奇跡的に。なんだ次のこの障害物。ものすごい重たいもんを持ってあそこまで走って U ターンするっていう。うわこれ絶対きついって。これ何キロあるんだろう。あこれ男性は黒ってこと。あ女の人は赤色ですね。女の人は赤色。これ何キロあるんだこれ。くそカメラマンが欲しい。キロなんだ。これ持ってこれ行かないといけないの。くそほら、よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。これもクリア。クリアじゃ。
まだまだ先は続きますよ。次のやつ何これ、また奴隷みたいなやつ。これ向こうまで引っ張んないといけないってことね。これこのむちゃくちゃ重てえやつを、多分こっち赤が女の人か男の人、これか。おし、こういうの得意や、やったら。よっしゃ、重った。よっしゃクリア。引っ張る系のやつは楽で、走る余裕も出てきましたけど、今もうすでに1時間半かってるんで、もうちょい頑張ってこの距離は走りたいと思います。よっしゃ、次も重いもの持つ系だ。これは得意。これ何キロあんの、これ20キロ。引こう、重いもん持つ系は得意だ。Yes. これもバランス感覚がすごい重要だよこれ。こんなのも楽勝やね。こんな。あ、開いちゃった。頭、熱っ。やった、あ、やった。やっぱ、もう楽勝だよこんな。周りの人と知らない人ともやっぱ連帯感が出ますね。27.2キロの持って、ここずっとまっすぐ行くやつや。よっしゃよっしゃ、オッケー。もう完全に壊れたカメラ、もうクソダメだ、おや撮影できねえ。クソ、いけたのにもうクソ。次の競技何これ、やり投げ、何これ、やり投げ、やり投げで的に当たったらいいってこと。めっちゃ難しそう。あぶね、もうカメラもぶっ壊れたわ。もうカメラもダメになっちゃった。あっしゃ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 いった。いや、ちゃんと撮れてないかな。成功しました。よっしゃ、成功したけどもうカメラダメになっちゃったな。くそ、あれやんなくてよかった、撮影できん。もうせっかくやり成功したのに、なんだよ機材が壊れちゃって。もあともうちょいでゴール。もうめっちゃきつい。1時間、もうすぐ2時間。足がちょっとさっきのもじもじくんみたいなやつ、あれでちょっとまた足やっちゃったか。あとは歩いてでもいいからゴールします。最後の難関はこれか。โอเคใครรอมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายขอมือซ้าย
はい、クリアしました。今度こそちゃんと取れてるはず。あれクリアしました。もうこれはくそ神、そりゃ負傷しちゃいますよ。これ無理でした。これはちょっと無理でした。体重が重すぎる。私ここでちょっと罰ゲームやって次行きます。これ何キロ、もう最後のラッシュやめてくれ。マジきち。これ何キロ、これを持ち上げればいいのね。みんなもう限界が来てますね。みんな私もです。マジできつい。やっとゴール見えてきたけどもう限界です。足痛い。後半の記憶がガチでないんですが、ゴール付近で待っていてくれたお友達によると、私はこんな感じでゾンビのように歩いていたみたいです。そしてゴールの瞬間をお友達が撮ってくれました。マジですごかったです。奇跡です。感想でいただけた教訓はトレーニングしないで出ちゃダメ。やっぱりただ本当に奇跡的に完走できたからいいものの、これ多分本当普通に倒れそうな場面何回かだ。ちゃんと皆さん参加するときは一生懸命トレーニングしてからやった方がやってます。とりあえず履かなかったかな。これで履くんで、これで履くということで、ちょっとまた、機会があったらお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで奇跡的に完走できてよかったです。また次回も参加しますとは言いませんが、またいつの日か参加できたらいいなとは思ってます。皆様ご清聴ありがとうございました。